馬章の無機区、徒歩ならば杖き坂を落馬かなく日。山と岳が統制の木と、傷ついた体を剣を杖代わりにして支えながら、この坂を登ったという伝説を踏まえる。無機俳句は、季語を持たない俳句のこと。また季語はあっても、期間を持たない俳句や、季語の有無を問わず、主観を第一義とする俳句を含めることもある。無機に対し、区が記号、季語、機関を持つことは、勇気という。 無期の問題は、江戸期、松尾芭蕉の時代から、議論されてきた難題であった。近世に成立した徘徊においては、レンガの約束時を継承し、ホックには必ず季語を入れるべきものとされる一方、レンクの座を離れた場においては、無期のホックもしばしば作られていた。近代になって独立したホックを俳句と呼ぶようになるが、ホトトギスを長く主催した、高浜巨子は、課長風営を、 俳句の本質として唱えて、無期俳句を排斥し、俳句は記号を含むべきものとする伝統俳句の考えを普及させた。近代俳句史においては、無期の問題は、明治末期から大正期にかけての新傾向俳句、運動、昭和初期の新興俳句運動、昭和30年代の全英俳句運動という3つの俳句革新運動において提示され、時代ともに深まりを見せている。 今日の廃談においても、無期俳句に対する立場は、個々の俳人や結社、地形などにより、様々である。俳句は、俳会のホックが独立して読まれるようになったことから、成立した形式であるが、鎌倉時代に成立したレンガにおいては、ホックには必ず記号を入れるべきものとされていた。例えば二条、吉本のレンガ書、連立秘書には、ホックに、実節の形物素無きたるは、 返し、悔しきことなりと、ホックに、当座の季節に合わない句を用いることを今しめる言葉が、記されている。しかし、ホック以外の部分では一定の式目に従って、向きの句を読むことが可能であった。このような向きの句は、雑の句と呼ばれ、例えば100句で成立する形式の、100院では、全体のほぼ半数が、雑の句によって占められるのが普通であった。 レンガのホックにおいて記号が求められたのは、これらが座の文芸であり、陶器の記号を用いて、句を作ることが、その席で作られた句であることを示す、遠い即妙性の証とみなされたからである。近世になって、レンガでは用いられない漢語や俗語と呼ばれたを使用した、徘徊レンガが成立するが、以上のようなレンガの決まり事は、徘徊レンガにおいても継承され、 ホックにおいて、向きの句が読まれることは、非常に稀であった。一方、馬匠の時代から、廃海レンガの工業とは、独立してホックのみを作ったり干渉したりすることが行われるようになり、このようなホックにおいては、必ずしも多くはないものの向きの句が作られている。馬匠の門人、向井巨来の著書、巨来章では、門人、牛力の、章門に、 無機の句工業をはべるやとの質問に対し、巨来は次のような返答をしたと記されている。無機の句はおりおりあり、工業は未だ聞かず、戦士枠、ホックも、式のみならず、恋、旅、離別等、無機の句もありたきものなり、されどいかなるゆえありて、式のみとは定めおかれけん。そのことを知らざれば、しばらく目視はべるなり、場所の無気のホックは、 後継するものを含む旧句が知られている。後に芭蕉の門人の一人であった、広瀬を門未然は、向きの北句を当然あるべきものと主張し、二陽集、花の句も、東座仏などで、自身の門人とともに、向きの北句を多数発表した。しかし、卑怯な作風に流れたことがわざわいしその主張も、広く受け入れられることはなく、以後近世中には、向きの句をめぐる運動は起こらなかった。 以下、近世徘徊における向きのホックの例を挙げる。歩行ならば津江月坂を落馬かな松尾場小夜に振るも、さらに葬儀の宿りかなどを油差し油差しつつねぬ、夜かな上島鬼面箇所よりも群衆にか、なし、吉野山、鏡志向水札と鳥居をふうはふうは,ふうは、ふうは広瀬おもんみさえりに吹く風新しき心地かな良さ、武装なき母や海見るたびに見るたびに、 小林一三明治中期、正岡式は、伝法以来の総称俳句を陳腐に下ろした、月並町として知り添け、連句から独立した俳句を列記とした文芸の一、分野であると宣言し、写生の方法を基軸として、俳句の近代化を進めた。俳句対応では、式は俳句における季語について、その季節に関する、広い連想を呼び起こすものであり、 俳句という短い形式において必要なものと位置づけ、四季の連想を下せざる者はついに俳句を下せざる者なり、と書いている。その上で無期の句について、雑の句は四季の連想なきをもって、その意味先迫にして、吟唱に耐えざる者をし、ただ郵送広大なる者に至りては、必ずしも四季の変化を待たず、故に今ま,まこの種の雑の句を見る。 古来作るところの雑の句極めて正気が中に、下半は、富士をえじたるものなり。しかしてその吟唱すべきもの、また、富士の句なり。と書き、富士山を読んだ句なら無気でも構わないだろうという認識を示している。四季自身も、富士を読んだ無気句の実作を試みており、四季の死後にまとめられた、句集、観山落木には、富士は朝すそのは、安のともしなり、 富士の三雲により、下の広坂など一択が収められているが、いずれも十一句、末章句として収録されているもので成功作ではない。四季の没後、明治四十年頃から大正期にかけて、川藤壁後等が神経後配区運動を推進し、季語の暗示的な用法や、写実主義の影響のもと、人意を排して大正に迫るべきことを説いた、夢中心論を展開、結果として、定型や季語、 期間は軽視された。壁後藤自身は、季語、季代を捨てることまではしなかったが、この神経後輩句運動の周辺から、総運主催の小木原聖泉水やその弟子の尾崎、宝彩、種田三等家、施策の中塚一壁郎が、それぞれ季語や定型にとらわれない草作を提唱し、彼らによって、しばしば向き、交互によって作られる、自由律俳句の流れが作り出されていった。また、 自由律は、栗林一石路や橋本武道を中心に、期待にとらわれないプロレタリア俳句運動を展開した。そうつて濡れてきて良い雨だというおぎわら、聖戦すいまっすぐな道で、寂しい種田三刀帰れ物がない両手で受ける大崎、放射や願望が見生えて生まれ騎士像夜明け、中塚一匹路を真実食べようた百姓の、よろしき雨降り。 栗林一石ロベットリとンとれた今日の賃金が同じだ。橋本武道こうした、新傾向俳句の広まりに対して、一時廃談を知りていた高浜巨子は1913年頃に廃談に、復活、季語、提携を重視する立場を表明し、主給派を自称した。1928年頃からは、客観者性の理念に加えて、課長風営の理念を解き、俳句とはすなわち、 季節の風物を読むものであるとして、無期俳句を排斥する立場を取る。巨子の主催するホトトギスの伝統俳句は、廃壇の主流となり、これにより、記号を持たないものは、俳句ではないという観念が広まっていった。なお20万を超えると言われる巨子の句の中には、無期の句もあり、以下のような数句が確認できるが、いずれも後年になって、句集、全集などから削除されたり、 別の区に差し替えられたりしている。虎の川のふんどしにいる白らかな明治三十二年義王子の、留守の扉や押せば開く大正十四年我に西人を、木を引てけなしけり、昭和五年雨森を指さす人と変わらろうかな昭和十一年、荷物置き上着脱ぎかけ発車待つ昭和十二年をもかじを取りて、東大右玄に見、昭和十五年公園の茶屋の亭主の部愛祖昭和十六年上期の、 ように廃壇の主流を占めていたホトトギスの伝統俳句に対し、九百三十一年の水原修王氏のホトトギス離反を視点として、反伝統、単、ホトトギスを旗印とした信仰俳句運動が起こる。当時の青年層を中心とした信仰俳人たちは、ホトトギスにはない近代的な叙情の表現や社会性の表現を目指し、一句では表現できない主題を、 連作俳句によって表現しようとしたが、このような連作において、同一記号の重複を避ける意識から、無記俳句が現れ始めた。こうした動きの中、天の川主催の吉岡善治堂は1934年に、いち早く無記俳句の容認を宣言し、囲碁無記俳句は、新行俳句の主要な特色の一つとなっていった。俳人たちの中でも無に対する立場は、であり、 例えば連作を積極的に作り、無機俳句が注目されるきっかけを作った、周王氏や山口聖氏たちは、無機俳句を認めない立場をとっている。一方、無機俳句を作った、新興俳人たちも、その立場は一様ではなかったが、季語があってもなくてもよく、題材の期間の有無に応じて勇気と向きを使い分ける、無機容認派、季語や期間の有無を問わず苦の主観を第一とする。 長期派に大きく分かれる。前者は、日野総城や吉岡全次郎、後者は、富澤柿尾や篠原豊作が、代表的な廃人である。一役の砂を爽快に花むけす、吉岡全次郎見えぬ目の方のメガネの玉も吹く日の、総城新身と、早青きまで海の旅篠原豊作草二本だけ、生えている時間、富澤柿尾また篠原豊作や渡辺白線、斉藤三キラは、 伝統的な季語に対して、ラグビー、タイピストなどの都会的で社会性の強い言葉、母、愛、死などの詩的なインパクトの強い言葉を用いて、苦作を試みた。1937年に日中戦争が起こると、無期俳句本来の面目を輝かせる絶好の機会とされ、季語に対して戦争をキーワードとする戦争俳句が、新興俳人たちによって、 積極的に作られた。特に三木は内地にいながら、戦地の光景を想像して読む、戦火奏暴俳句を推進し、僧侶や東京三段もこれを作ったが、従軍した俳人による、前線俳句、15の生活を題材にした15俳句なども多数作られている。これらの進行俳句運動は1940年、政府からの言論弾圧を受けて、終焉に追い込まれるが、 個々の信仰廃人の活動は、戦後に復活してその流れが受け継がれ、従軍した、鈴木無理を、戦火奏暴俳句を作った、三橋敏夫などは、戦後も続けて無機による、戦争俳句を作り続けた。兵隊が行く松黒い汽車に乗り斎藤三騎千人張り、外して母よ、湯が、熱木片山東市十五という不思議な町を丘で見た、渡辺博士に遺品あり岩波文庫。 安倍一族、鈴木無理を一世に、柱のもゆる都かな三橋俊夫戦後になると、敗文学者の江原大蔵らによって、無期俳句の学問的裏付けがなされ、俳句が記号を要するという考えが、レンガの約束ごとに由来するもので、俳句形式にとって、本来必須の要件ではないといったことが説かれた。実作においては初期には、富澤柿浦を中心とした、太陽系。 バラなどで展開されたが、無機俳句の議論が深まるのは、昭和30年代の前衛俳句運動においてである。もともと社会性俳句の流れの中にいた、金子東太は、作る自分と呼ぶ主体意識を明確にしながら、安優的なイメージを獲得することを解き、現代社会に生きる人間の表現を目指した。一方、富澤を主とする高柳重信は、多行俳句の実践などによって、 言語芸術としての俳句表現を試行した。前衛俳句運動は、この二者を中心として展開し、内面意識の表現や新たな指摘感覚を目指す、中で折々に、無機俳句が作られていった。金子東太を中心とする、流れの中には、堀足を林田絹を島津良、八木三日女などの俳人がおり、高柳重信に近い立場の俳人には他に、赤尾通し、 加藤育也などがいた。湾曲しやけどし、爆心地のマラソン金子通ったぶつかる苦労を押し分け、押し狂う、あらゆる労、彫り足を鉛筆の遺書ならば忘れやすから無敗しだ。絹をまなこあれ、たちまち、朝の終わりかな高柳重信線どこかに、深夜水の無影自立つ赤を通し浮ききたり飲む、おのひと振りの再会、加藤育也前衛俳句運動は何回か、抽象化に対する批判。 前衛廃人同士の対立が起こったこともあり、やがて廃弾に起こった伝統回帰の流れの中で収束していった。その後の1989年、金子東太編による現代俳句祭時期に無期、ジュニアの部が作られ、また高柳重信を使とする夏井芝也は季語による俳句に変わるものとして、キーワード俳句を提唱、1996年に、 現代俳句キーワード辞典を編んだが、前衛俳句運動以降は、無期俳句をめぐる大きな動きは起こっていない。宇田き子は1997年、ただ今の無期俳句という文章で、かつて有期俳句と無期俳句との間にあった二項対立的な関係が、現代の俳句では薄れていると指摘した。またその一方で、現代の生活の中で、 伝統的な季語に対する実感が薄れて季語が虚構化しているとし、そのような虚構化された季語で作られた俳句はもはや無期俳句なのではないか、と述べた。坪内俊則は、同年の論考、季節と俳句で、今日の無期俳句は、季語が宣伝されていくことへの一種の継承として意味がありそうだと書いている。以下、昭和末期以降の無期俳句を、現代の作例として挙げる。 雨の朝の魂にパセリを添えよいけだすみこ玉祭、路地のひだまり派八時むつぼうちとしのり階段を濡らして、昼が来ていたり、雪津雪彦さんでに、弓なりの金儀栄光。夏石番屋ザラ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 チザラザラザラ、赤月司祭事記はいらない目も手もなしでかけ、温中虫等感の旅に、ポストへ、光入る山口ユーモリッツ商弁を、虹となりけりマルキーズマブソン西岸レイクは、 主として、無ハ俳句のエンジン力初集の坂井博史編、無ク俳句百選から選んでいる。ありがとうございます。